もリズムタカです。ケイロです。おしげ。おしげ。最近のおしげさんってコメントをよくいただくので。そうなの。全然知らんわ。あ、DM です。知らんわそれは。はい、ってことで、はい、あれ。なんか。キーパーです。あ、ゴールキーパーですか。はい、筋肉大学所属の、うん、うちのゴールキーパー今日あの珍しく仕事ない仕事ゆうたゆうたは今日撮影に珍しく言うなよあいつも頑張っとんねんはい、そして今回スペシャルゲスト来られております。それではお呼びしましょう。お願いします。お願いします。お願いします。おめかドッキリ家族の大空くんと大地くんです。お願いします。マジそれサッカーは10年ぐらい一応小学校2年生の時からお互いやってて、小中まで一緒で高校でちょっと別々なんですけど、高校で辞めたんで僕らサッカーを。なるほど。そっからこういう風にサッカーっていうのを表に出すのは初めてやった。なんでウィナーズにいない。なんでいない。こんだけインフルエンス力持ってて。まあ今日それも証明しに来たんで。ああ、なるほど。もういい機会になれば。なるほど。はい。いや、これね、あのちょっと練習見たけどかなりできる。いや、うまいですね。びっくりした。ちょっと心配だわ。うちの素人キーパーだと。確かに。上弱くない？大丈夫？いや、だから強い強い。まずこれさ、イギリスラッチしない。で今回ちょっとあの検証企画をちょっとやりたいなと思って。なるほど。双子ならリゼム式シュート説勝てる説。リゼム式シュート対決というのがありまして、はいはい、2人1組でちょっとやるパターンがあるんですけど、まあ、これってすごいチームワークがめちゃくちゃ大事なんですよ。1人が落として1人がシュート。そうなんですね。だから落とすのも大事だし、シュートするのも大事。あうんの呼吸が大事が必要なんで、双子は強いんじゃないですか。そうそういうことで、チームワークが強いから。チームワークで言ったらお腹の中で一緒なんだ。いや、やばいな。お腹の中で一緒なんだ。犠牲から一緒なんだ。負けるわけがないよ。それはすごいね。俺らは高校からずっとやってる。そう、どっちが強いのか。そうです、そうです。これ面白いですね。それは面白いです。アウの呼吸どっちがあるのかっていうちょっと検証なんで、いいっすね、させていただくかなと思います。左右一人が10本ずつ蹴るので計40本蹴る。そうっす。5の片方で2回20本、はい、5本シュートするので20本で40本。それではいきましょう。ああおーナイスボール止めれるよ、これ。あーむしろ帰ってきてた。帰ってバックスピンで。あっちの勢いに飲まれてるわ。ダリー、あの双子ダリー。やばいやばいやばい、やばい、やばい、ゴール外、場外。ゴールサイドの猫うるせえ。うるさいな。何来てる、何来てるよ。相手のペース持ってかれてるわ。うわぁ、浮いてるよ。やりにくい、やりにくい、やりにくい、ほんまやりたい。やったー、うまい、うまい。やったー、いける。
次じゃ僕らのターンですね。ターンですね。頑張ります。いけそうっすか。おさん、アウンの呼吸見せるぞ、カメラに。カメラにアウンの呼吸をやる前に。どうしたって見せ方わかんねえよ。うまっ、うまっ、うまっ、これをアウンの呼吸って言うんですよ。技術と言います。同点同点。待って、キーパー動けないんだけど。これを決めれば勝ち。とりあえず前半戦は。よし、マジで止めれんわ。やばい、これやばい。お前なんで3倒すね。合わなかった。いやいい勝負だ。タカナ、気持ち切り替えてきます。やばい。結構ゼロから1は緊張感ありますよ、タカナ。じゃあ、オッケー、任せろ。行きましょう。ナイスボー。入った。ナイスボー。入った。ナイス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 。気持ちいい。めっちゃ打たん。うわ、バレたぞ。ナイスキー。オリバー帰る、オリバー帰る。オリバー帰る。頼んでいきます。いいよ。うわあれ入らんぞ。めちゃくちゃうまかったけど。入ってたらどのキーパーでもノーチャンのコースやん。めちゃくちゃ読んでた今のは。いやー、ナイスシュートというのは。
るよね、やっぱやばい、こっち感じしてこう、オーケー、あーやばい、オーケーオーケー、ピッチャー返し、ピッチャー返し、トラップミスやんけ。終わり。悔しい。はい、ということでリベルの勝利です。難しいっしょ。いや、マジびっくりしました。でも初めてやってあれだけ点取るすごいだったね。シュート上手かった。なんでエリア外ってこんなむずいんですね。実際あの近そうに見えて画面とかだと遠い、意外と難しいんで。ゴールもあんなに大きいのに全然早い。あんの呼吸出てたね。だってミスった時にすぐシュート打った。足元ミスった後の優しいカバーが後ろからバコーンって言ってたもん。キーパーも上手かったよね。だからキーパーメンタル持ったの。失点しやすいな。やっと分かるよ、キーパーに文句言いづらくなる。いやほんまに。ということでドッキリ家族の YouTube の方も僕ら出演させてもらってますので、概要欄の方に貼っておきますので、ぜひチェックしてください。お願いします。します。じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。ありがとうございました。またリベンジさせてください。はい、待ってください。